ススクニチャンネル7月25日に更新しておりますねこちら暑いさなかでございますよまあ夏休みに世の中なってるんじゃないですか学生さんたちは夏休みって冒頭の方で全部片付けるあの宿題的なやつを友達いたじゃないですか でなんか後ですげえその子たちが遊んでる中後半戦にひいひい言いながら片づけてる子たちがいましたけれどもあれってど,のどこでそういう差が人間生まれるんだろう <laughs> だってどう考えたって頭でやった方が後々楽になるってのはもうなんだろうの分,かる分かりきってるじゃない後で残した方がやばいって分かってんのになんで人間はこうも遊んでしまうんだろう <laughs> 俺はあのー、最初の頃は全然やんなくてでも途中で受験とかをし始めた頃から頭のほうでやっといた方が楽だとか。 分かり始めて頭の方でやるんだけど途中で力尽きてちょっとちょっと残る最後にみたいな <laughs> そういうタイプだった。皆さんはどうですかね、えー、学生の皆さんぜひねあの夏休みの宿題絡みをですね冒頭の方で終わらせといたら後でねあのパラダイスだし終わってない人たちにドヤ顔できますんでね先に終わらせときは絶対いいと思いますよ人生みんな逆算でやっていこう はい、さあスクエニックスの最新情報やここでしか聞けない話などをお届けしていくウェブラジオ番組「スクエニックスチャンネル」略して「スクエニちゃん」今回の特集はガンガンオンラインで連載中単行本一巻が発売になったばかりおめでとうございますギャグファンタジーコミックの禁ストー正統発続編「魔法陣ぐるぐる2」ゲストは江藤博之先生さあ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 レジェンド先生でございます スクエニの漫画が出てもその初期からずっとやっぱ支えてらっしゃる凄まじい方だと思うので若干緊張しておりますが頑張っていきたいと思いますそして西アスカのコーナーではうーん何かしらを考えていきたいと思いますショートのやつをね何かしら考えてやっていきたいなと思っておりますというわけで今回のスクエニックスチャンネルも最後までよろしくこの番組はスクエニックスの提供でお送りします チャンネル安本弘樹がお届けしている。すくえにちゃん一緒にお送りするのはビギアリ被告人の供述は矛盾している。なぜなら俺に惚れない。女はいないからだでおなじみの。一方 <laughs> <laughs> ちゃんのけです。<laughs> えい<ー>き <laughs> なりいきなりいきなりいきなりはい、はい、ということでね。<laughs> えー 顔が、赤面が半端ないでございますけれども、この前ね、えーはい、あのー、アフレコ中にですね。はい 大変あのお腹が空いてしまってまあまあよくありますなまあまあまあ生き物ですからねあと同時に先輩も一緒にお腹がめちゃくちゃ空いてこういや違うんですけどあのすごくこうなんていうんですか音のノイズっていうんですかあのなってしまうんですよねでもやっぱりこう生きてるとねしょうがないからこうなんか食べなきゃななんて思いつつこうまた本番始まったらまた ちょうどいいタイミングの時にそういうのってなっちゃったりしませんか。まあまあまわかりますわかります。その赤いランプがついて本番ランプがブツってついた瞬間ぐる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 つって、まあ本当にぐるぐるするわけなんですけどもね。まあ本当にぐるぐるするわけなんですけどもね。マホージグるぐるするわけなんですけどもね。あれ。 今、なんておっしゃいました何も言ってないです <laughs> 嘘つけ <laughs> 魔法陣ぐるぐる私は何も言ってないです <laughs>、ねね、ギャグをね、書かれる先生の前で素晴らしい勇気です<ー>拍手検査に拍手手当てが半端ない,い <laughs> 今回の特集はガンガンオンラインで連載中単行本第一巻が発売になったばかりの魔法陣ぐるぐる 2! ゲストは江藤博之先生 どうも、こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。え藤です。こうやって、あのね、あの、冒頭は一応こういった形で、あのダジャレをする。ダジャレとかじゃないんですよ。そこの時に話して思いついたのが、たまたま、たまたま似てただけで。大した勇気のある男なんでね、本当ぜひ。という名前をね、覚えて。いだ嬉しいですけど。さあ、今回は、魔法陣ぐるぐるつえば、名前聞いて、おっと思われる方もいらっしゃると思いますが。まあ、こちら魔法陣ぐるぐるというのが当然ありましてですね。そちらの方がですね、もう、あれは、でも。 一番最初は92年ですってうーんすごーい !20 年近く前20年ぐらい前なんですねうん、うん、その頃にやっていてそしてアニメとかでもいっぱいやったとうん、うん、そのアニメの方を見ていた世代がここらしいのでちょっとこの子も今日は早い段階で中に入れちゃいましたどうぞ自己紹介なさい来<た><お>南東私は西ありがとうございます西飛鳥です <laughs> あの、こういう子ですごい,<れ>いしばと自然にいけるようになりましたねいや今ほんと狂心臓で二人とも今日すごい頼もしい輝いて見えるああありがとうございます逆に俺だったらやんねえもん今なんでですか <laughs> <laughs> やってくださいよそこは全力だよ逆に今だったらよ、えー、ひよってやんねえもちょっとちょっと,ょっとテンション上がっちゃいますもんだって上がっちゃった <laughs> よしでも上がっていいですよなぜならばあなたねあなたたちの世代はまさにこれ、うん、グルグルのアニメとかよく見てたんじゃないですかそうなんですよ<ー>私とかも小学校低学年とかまず幼稚園とかぐらいのもうすごい 見てましたみんな見てた見てたししかも俺は小学校の高学年とかなんですけど、うん、その時クラスの女子たちがこぞってこの絵を真似して描いてましたもん、うん、そうね多かったね,ねマジっすかマジっすかマジす,マジすで俺も真似して描かせてもらったらへったくそすぎて全然俺ダメだ <laughs> 才能ねえやってそこで思ったんです最初だけでみんなキタキタ親父ずっと <laughs> <laughs> そいで美しい流れがありました、はい、ま,あまずこちらの「魔法陣ぐるぐる」こちらの方をちょっと説明していきたいと思うのでまずは皆さんに「ご紹介の方を検査をお願いいいたしますはい、魔法陣ぐるぐる」は月刊少年ガンガンにて1992年から2003年にかけて連載された大人気漫画コミックスは全16巻そして1994年にはアニメ化1996年には劇場公開 2000年にはドキドキ伝説魔法人ぐるぐるとアニメも大人気でした。うん、そして2008年から2012年まではガンガンオンラインにてスピンオフ作品魔法人ぐるぐる外伝武勇伝キタキタが連載。そして2012年11月より正当な続編となる魔法人ぐるぐる2が連載スタート。うん、7月22日には単行本一巻が発売になりました。 そして、ストーリーの方は、かつて世界征服を企んだ魔王軍に完全と立ち向かった者たちがいた。4人の精霊王の加護を受けた光の勇者、ニケと闇魔法、グルグルを使う魔法使い、ククリ。世界を救った2人を待っていたのはという話でございます。面白そうですね。<laughs> 面白そうですね。<laughs> 面白そうだわ自分で思っちゃってでもこの今後ろの方で読んだあの勇者闇魔法ぐるみの後ろの方だけ聞くとすごい骨太なロールプレイングステーリーまあそうですねファンタジックなまあ実際はねヤンギャルですからキタキタオじゃそうそう出てこないですかね あと可愛い子がおならプーって言いいしませんか <laughs> <laughs>、まあ、実際はそっちの方の世界だと思うんですけど <laughs> さあもう20年前ですって一番最初から <laughs> そうすごいですよね <laughs> そ,そもそもそうまず連載をするにあたってこの「ぐるぐる」というのを思いついたといいますかこれを書きたいと思ったのっていうのはどう、はい、いった流れだったんですかね、えー、そうですねあのー、最初の僕はゲームの関係の仕事してたんで、はい、その頃ってやっぱり ええー、ドラゴンクエスト。来ました。僕<れ>ドラクエ四コマで先生の方が好きだったんですよ。さあ、ありがとうございます。ドラクエ四コマもなんかまた復活するらしいんで、<laughs> そちらの方も皆さん読んでくださいね。<laughs> もうテンションが今、だだ上がった、ね。<laughs> 僕はそこだったんです。実は。先生あな,るなるほど。意識したのが。まあ、そこ四コマを書かしていただいたのが最初ですね。うん、その。それで、まあ、ああいう感じで連載してみないかっていう。 4コマっていうかあの頃いっぱい出たゲーム4コマって大体ギャグでしたもんねギャグですすげえ面白かった全然勇者が軒並みかっこよくねえのみんなもうダメだよこいつってやつあれはでも面白かった今でも僕実家ありますもんあそうです絶対ありますゲーム4コマ系ものすごい量打ちある大好きだったんでじゃあその4コマからじゃ入ってそうですねじゃあやっぱりロープレがじゃあコンテお好きだったんですか好きですごい大好きだったんですよねおお。 大好きだったんですけどあまりあんな漫画になっちゃったんでちょっとい,いやいやあんなじゃない,い,やいやあんなじゃない <laughs> 面白いヤーツですそうそうじゃあこれはニシにも混ぜて聞いてみようと思うけどニシ、ね、<laughs> はこの女の子のキャラがね可愛い子もいるし男の子がね可愛らしいのもいっぱいいる中で,でどの子たちが一番テンション上がって見てたアニメでもいいしあ私はもう断然くくりです、うん クリちゃん、クリちゃん、可愛い,いって。<laughs> あ,あの二家に恋してるじゃないですか。うん、で、二家ってちょっとむっつり。

雨が降った日とか、うん、あの傘でこう魔法陣書いて「氷観、はい」みたいなのをやったりとかしてました、ね、<laughs> 一番いいお客さんじゃないですか <laughs>。<laughs> <laughs> 点点満点だよい信じられないです今目の前にいるのはそ,そうですよね他の生産でもやっぱ比較的僕らではちょっと下の世代がやっぱアニメから入った子たちがすごく多くてあ江口君で僕もちょちょいよく遊んでる後輩がいるんですけど彼がもうぐるぐるがめっちゃ好きで、うん、もういい年なのにもうくくりくくり言ってて大丈夫かなってちょっと心配になるんですけど。<laughs> <laughs> でもその世代はでも本当と20代のちょっと後半とか20やっぱり20代が多いのかなはやっぱアニメから入った子たちがすごく多くて僕らはその僕みたいにタイプは多分四コマから入って漫画の方ガンガンの方行ってとかだったんですけど二パターンあって面白いなと思うんですよねそれもやっぱり20年というこの歴史がそうされてるんだと思うんですがすごいっすなどうですか20年漫画を書き続けるとすごいですよねすごいですよねすごくはないかとい, <laughs> いや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  <laughs> いやなんつったらいいんだろうねこれねテンションを維持しつついてずっと、うん、そしてなん、うん、ねあと書き方とかもそうだこれ僕伺ってみたかったんですけど、はい、変わったと思うんですよもともとがやっぱフルアナログからやっぱ閉じてあったわけですもんねそうですねで今は多分デジタルにある程度なってらっしゃるんですよねこと今そうですねデジタル絵はアナログなんですけど、うんうん、処理はデジタルでやってるんですけどね おえどういうふうにやっていくんですか、うんあのー、紙にはい、はい、ペン入れするとこまでは、はいうんはい、今まで通り、はい、こればっかりはやっぱりやっぱり生で紙じゃないとできないですそれをスキャンしましてソフトでトーンをつけたりあスクリーントーンをデジタルで今できるんですか じゃあ,あの今までこうね漫画家を目指してる少年少女たちはこうスクリーントーンを買いに行ったりとかそういうのがあったと思うんですけど今ないんですかそう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 スクリーントーン屋さんとかはないんですかあ,あれも楽しかったんですけどね俺一回「トハイを企画で手伝ったことがあるんですけど大丈夫な原稿だったんですけどあの原稿を貫通するというあの最悪のやつを<ー> <laughs> <laughs> 最悪なことでも、れそれ一応コピーのやつであのスクリーントーン貼ってみるってネタだったんでまあ大丈夫だったんですけどあの編集さんがそれマジで絶対やっちゃいけないやつだからってガチで言われたマジで怒られちゃった <laughs> 大丈夫だって聞いたんだけどとでも思った以上にあ,のあれって加減難しいっすね。難しいですよへーつー あの折ったばかりのカッターでずっとやるのが一番いいですね。どだからそれがちょっとでもなんかあののカコボルとかして力でも入ろうもんなら行ってしまうっていう貫通しちゃったらどうなっちゃうんですか裏から頑張って止めたりとか裏からテープってのをよくやることですああ。それも今じゃねとーンがレになってえじそういう意味だといいですね原稿を守れますからねピットやってそうなんですね書き方とかってでもやっぱ根本的なタッチは僕の好きな まあ、絵よくは同じ書き方してるんですけど、まあ、僕の場合ちょっと。うん 昔から比べるとね、絵が結構フラフラするんで。その時のテンションで。ピカソみたいに何何き、何何きみたいな。いろいろ青の時代とかそれは絶対にいい言い方すると進化です。今美しく言ったんですけど。まあでも、いろんなキャラクターが、これだけいると大変ですものね。うん。まあ、ね、くくりちゃんの名前出ましたけど、きたきた親父とか。当然、避けては通れない親父ですけど。 いろんなキャラクターが多いですけどモデルとかっていたりするんすかああいや人間から撮るってことはあんまりないですああそうなんですかくぐりちゃんはいないモデルはいないですねよかったここまでファッファの子いたら心配でしょうがねえ大丈夫か冒険出して平気かなって思うちょっと魔法使えかもしんねえが法使いかけかもしんねえけど大丈夫かよと思っちゃう いろ,んないろんなおじさんたちの若者からおじさんまでの心をつかんで離さないくくりちゃんのことっっしゃいますけど<笑><笑>まあぐるぐるもう20年描いてらっしゃいますが楽しかったこと一番楽しい、まあ、今でもきっと楽しいこといっぱいあると思いますけど思い出に残っていることはこあとあかってあかいや描いててそうですねいや当たり前なんですけどやっぱり思ったことが形になっていくっていうのは楽しいですよね <laughs> <ん>普通はあんまりやらせてもらえないものかなとは思う,<ー>とは思うんですけどね。 このお話は根本全部あの先生が考えてらっしゃるとは思うんですけど編集さんからこうしようああしようみたいなのいやそれはもちろんあります、うん、かなりそのそこで出たアイデアっていうのは結構ありますし20年書いてらっしゃると編集さんもいっぱい変わりましたよねそうですよいろんな人たちを <laughs> もうじゃあ何々期のこの方がいたからこの話が生まれたとかありますあります、うん、きっとあるんでしょうねう、うん、そのてきた歴史が この重たい歴史がある作品ですけども重たいと僕は言っていいと思うんです僕自身も僕の僕自身からするともうどれか4個まで行ってしまうんで更にプラスアルファがついてきちゃうんですけど <laughs> <laughs> さらにね前の話で、ね、<laughs> さあ昨年去年からですね魔法陣ぐるぐる2の連載がスタートしたわけですので、はい、これがね初手でから笑かしに来たなぁと思ってしまったんですけど <laughs>、うん、前作から2週間後っていうあの <laughs> 1> 第1ページ目にバーンって書いて,あって「チ <laughs> カッ!」って全員が言ったと思うんですけど <laughs> <laughs> はい2週間後です <laughs> <laughs> 初手からーンって。<laughs> 近いっていうふうに全員が突っ込んだと思うんですけど <laughs> 世界弱えみたいな <laughs> <laughs> これもツッコミはあのなんてつうのかな「ドラクエのコマンド」みたいな感じで字が出てくるの、うん、あれが知れたたまにツッコむじゃないですかあ,れ好き、ね、あ,あのバラエティ番組のテロップゲムみたいな,たいな,な感じでね。 それね、昔もあってそういうの好きなんですけど 2>,、うん、2週間後これ「ぐるぐるとぐるぐる2」これ書いていて楽しい部分苦労する部分なんか違いとかってだ,だって違う作品同じ作品だけど違うから、はい、それはいろいろありますよね,ね<ー>きっと。ああ「ぐるぐる2」っていうのはもうあの皆さんぐるぐるを見てくださったんで、うん、誰が出てくるどんな内容っていうのは大体分かっちゃってるんですよね。そこが楽でもあり苦労するところでもあるんですよ。 まあおなじみのこのキャラが出て、はい、出てきましたっていうことはでででしかできないですよね、うん、ただ、あのーうん、そのギャグに新しいキャラは出しにくかったり<ー>、はい、でもお話のためには当然出さねばならぬしみたいなのもありますもんね,、うん、ねやっぱりあのこのキャラをこう出していくぞっていうところが一番楽しいんですけど やりにくい時もあるんですよね<ー> <laughs> 使い勝手がいいキャラとは難しいキャラって絶対ありますもん,すすもんねこのキャラこういうことしねえもんなーみたいな そういう感じですか、うん、あの人気投票のところにも書いてありますけどあの、うん、G ファンタジーは出てくるんですかとか G ファンタジーがね意外な <laughs> ずるいですよこの並びにこれ入れちゃったら <laughs> 意外に票を集めますけどね <laughs> 選びたくなりますからねからやっべ G ファンタジー入ってる入れようぜってなるかもしれない <laughs> G ファンがねこんなの実際ねあの分厚い G ファンタジー一回これ増刊で出したらいいと思いますけどね <laughs> まあ西もねこれは好きな作品がこうやって続編で続いていくっていうのは嬉しいと思うんだけれども読んでみたか入れてるところはちょろぎとは私まだ読んでないんですよだとだからちょっと聞きたかったんですちょっと同じようなずっとノリが続くんですかねこの一気一気といいであれなんですけど極力同じにやろうっていうのは決めてあるんでんかもう至るところにギャグが入ってるじゃないですかどうやったら の脳みそからそんないっぱいギャグが出てくるんだろうってんでしょうね苦し苦し紛れ追い込まれて私なぜか原作の4巻を持ってるんですよこの実家にあるのがなぜか一冊あるんですよちょっとアニメ派だったんででもなぜか誰かが買ったんですけど4巻があったんですけど今見本がねここにあるんですけどちょっとパラッとめくるだけで必ずどこかに笑いの要素が入ってるんですよね。 本当にすごいなって思うんですよね逆に人を笑かすのって難しい難しいですもんね本当にこれで面白いのかと自分で悩んでいとかもなさるんですかあ、それありますもちろんちょっとあの一ページで一ページに二回ぐらい笑われないともうもう飽きられるよみたいな本当かどうか知らないですけど 言われたことが結構それを律儀に守ろうとは思ってるんですけど仕掛けをバン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  <laughs> バン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 り続けないとあでしかもあの話作るときにボケたり突っ込んだりっていうのを両方考えないといけないじゃないですかああまあそうですね、うん、それで少し少しぐらいは真面目なこともしないと話が進まないです、うん、成長感ですもんねお、うん、話は、うん、だそのバランスも難しいでしょうしそうなんですよね ギップルがふんどしなのは、それ期待？<laughs> いるよ。う滅 <laughs> だぞ。いやあの,やあのギ,ブギップルがずっとふんどしじゃないですか。<laughs> 私はもう当時はこれでもうゲラゲラ笑ってたんですけど <laughs>。<laughs> <laughs> <こう S 2> ふんどしを見たらもう笑っちゃったのうゲラゲラ笑ってたんですよなんかもうスト,ストーリーって当時今でも笑っちゃってるから <laughs> <laughs> で今読み返すとすごいストーリーがこうあるっていう、うん、すごいこう分かるんですけどそうなんですよね、うん、でもこ,のこうやってなんかこう なんだろうこう「マントの中はふんどし」とかそういうなんか「勇者は今うんこがしたかった」みたいなそういうナレーションが入ったりするのがなんか当時はすっごい好きででもなんか今読み返してみるとストーリーがわかるけど昔はそれはそれでギャグのみで笑ってたってなんか二重で楽しめる感じがあって。 ちょっと私全巻購入しようかなってほらほら <laughs> ちょっと思ってますありがとうございますデジ書籍でも出てますのでねチェックの方法ありますわご自身としてもう連載を続けたらして変わったとかプライベートでも構わないですが何か自分的にも一番最初の頃こうだったけど今はこうだなみたいな違いとかもあったりなさるんですかあるんだろうけどもわからないですねいつの間にやら時間経っちゃってる感じなんですかねそうなんですよ1十年二十年別になんてことでもうなんか <laughs> ちっちゃい頃はそんなはずないと思ってるのが僕もいい年こいできてこの仕事始めて気づきは10年以上経ってやってるんですよ全然わかんない怖いよ怖いからねやめ怖いよ何か二十歳過ぎるとすっごい早いってみそ汁回るともっと速そうそうなんですかどんどん加速して BBA48 になるかなお前 b b a ださい。ババかなあああいいんじゃなら俺も GGI48 になっちゃってるから <laughs> <laughs> そんなんかかで,で,、まあ、でもねやっぱ続いていってるからこそいろいろ喧嘩にも気づかないが時間は経っている<う>このなんか変なパラドックスに落ちるみたいな、はい逆にありがたいことなんですよね、うん、感覚がずっと若くはいると思うも,うもっと激動な人生だったら <laughs> <laughs> いろいろあったと思うんですけど、ね、あ,のありがたいことに漫画描き続けてられたんで <laughs> いやでもそれだけ続くってやっぱりね,ね いや、ね、すごいことですよね。ご本人のもちろんね、愛情もあってからこそだし、アニス応援してくださる方の愛情だと、うす,ね、すごい、はい、いいこの相互関係、両思い、両思い、思い合って、リア充リア充 <laughs> 皆に愛されるコちらのグルグルリア充作品グルグルたございますけどそりゃそうじゃないよくくりちゃんの愛情もいっぱい詰まってますしねこちら今後の展開出てくる予定キャラ言える範囲でねぐるりと教えていただくことってさっきもちょっと言ったんですけどグルグル2の場合グルグル2でパッとキャラを全部変えるみたいなこともできることはできたんですけどやっぱりそれは。 自分としてもやっぱりニケとかクールが出てこないのはぐるぐるじゃないかなみたいなことになったんで、うん、そうまあ象徴ではありますものね、はい、<laughs> でん、まあ、ぐるぐるつをじゃあ行こうかっていうふうになったんですけども、はい、あのー、だからそこにもうあまり水を作らないでいこうかって2週間しかたってないし、ね、<laughs> <laughs> 僕もだから好きな漫画がいつまでも続いていくのって結構好きなんで<ー>い今もだかあのー 高校の時から読んでるような本もありますし <laughs> それでまあ二週間後の世界っていうかとして詰めたんですけど<ー>ですから今後出てくるよっていうの一に出てればもうまず二にも出るだろうと思います<ー>じゃあ G ファンタジーをみんな楽しみに待っていてください <laughs> <laughs> そこはそこだけ <laughs> いつか G ファンタジーがあなたのね画面に飛び出してきますぜひ <laughs> こちらの方皆さん楽しみに読んでくださいはい、はい 魔法人ぐるぐる2はガンガンオンラインにて大好評を連載中。単行本一巻が大好評発売中です。また、今日から8月6日火曜日まで魔法人ぐるぐる展が中野のピクシブジンガローにて開催です。 貴重な生ゲ画の展示や限定グッズの販売などファンにはたまらない展示会です入場無料ですのでぜひお越しくださいこれ先ほどお伺いした結構な量の原稿の枚数でしたねぜひぜひこちら皆さん見に行ってくださいどこもどっかで顔出したらいか生ゲ画ですよそうそう僕らが見れるもんじゃないですかしかもきっと20年前のとかもあるわけですもんね恥ずかしいですかちょっと恥ずかしいですよそうなんですかなんか修正がすごかったりするだってデビューしてばっかの初仕事 俺たちがみんなの前で聞かされる。あー、やだ、恥ずかしい。あ、やだ、<laughs> 恥ずかしい。確かに。それは恥ずかしい。<laughs> 同じ感覚かもよかった。なるほど。なるほど。それはしょうがない。<laughs> それもちょっとね、はい、楽しみですね。はい、またこのイベントに合わせ、今日ガンガンオンラインにて、キャラ人気投票の最終結果が発表されています。一、うん、位はもちろん、あのキャラですが、二位は一体誰なのか。ぜひチェックしてみてください。 さあ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 もろもろ盛りモリたくさんでございますが、はい、えー、そろそろおしまいになってしまうんですが最後にえっと先生に最後あの向けてですね、はい、一言メッセージをいただけるでしょうか。えはい、マ、え、ホージングループツ、えーいよいよう、えー、始まりまして一、うん、巻出ました。よろしよろしくお願いします。ね今後ともまたいろいろネタを用意してますんであのネタは。 あ、だめだ。じゃだめだ。まあ、ぜひね、続きはあの、続けはウェブで。ネタバレになってしまう。危ない。続きはウェブでお願いいたします。そしてあと、単行本の方もまあいい感じでましたし、これからぞろぞと出ていくと思いますので、そういうことです。よろしくお願いします。皆さん、皆さんそちらの方、楽しみに待っててください。お願いいたします。というわけで、えっと、ひろゆき先生でした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。この後はメルコナをやります。 きっと、いいやつもあいやつじゃないや、<laughs> やつじゃない、あの、先輩、すみません、あのー、ですね、<laughs> 違うんですよ、あのー <laughs> あのー、いいんですよ、あのー、相棒兼ですけれども、あのー、すみません、なんかつい、あのー、<laughs> 好きすぎて言っちゃったみたいなとこあるじゃないですか。笑っ <laughs> <laughs> っちゃってんじゃてじりたま <laughs> 止めないよ、っ止めないよ。はい、西明日香さんはね、お手伝いさんとして入って契約ましたけども。はい、ええー、こちらのコーナーをやりますって言いたいところですが。うん、普通のお便りをちょっと読みたいと思っております。すごいはい、ちょっとコーナーじゃなくて、普通のお便りをちょろりと。 まず一つちょっと一つ紹介してもいいですかはいお願いします、えー、こちらはですねもしかしたらこれあれなのかな本名じゃないかな本名だったらちょっとまずいので下の名前だけお読みいたしますねチャンネルこれライトさんとおっしゃる方だと思います漢字、はい、なので間違えたらすいませんありがとうございます第86回87回での超速変形ジャイロゼッタアルバロスの翼特集で,であった安本さんのサイン入り桜子パネルが先日届きましたおー まさか自分が当選するとは夢にも思っていなかったので、ね、今は梱包材に包んで家宝として部屋に飾っています<ー>、えー。桜子ちゃんがですね、えー、<の>家宝になったと <laughs> あのナイスバディーがよかったこれ俺ボーボーなかったらどうしようかと思ったんだ、えー、あ、来てたんですか桜子ちゃんみごめんなさいねこんなこと言うのなんですよ欲しかったんだみんな <laughs> <laughs>、えー、無事に届いてよかったどうと思いでございます、まあ、こちらちょっと一つ読ませていただきましはいありがとうございますまあ普通の通りこちら <laughs> んネさまああの「ファイナルファンタジー」「FF ファイファン」そちらのんか騒動が人騒動が当番になったじゃないですかどうやって略していたかっていうのがそれの新しい流れでこういうのも来ましたね省略している言葉なんですが学生時代キングダムハーツを略して「キンハー」と呼んでいました「キングダムハーツ2」も「キンハー2」と言っていました今考えるともっといい呼び方あったのではないかと思いますとほう どうやって略してたかな。キングダムハーツはキングダムハーツですよ。うん。俺略してなかった。ですよね。うん、あんまり略してるイメージはないな。ケッチってわざと言ってる時あったけど。ケッチ、うん、？K H でケッチ。あ。でケッチって<え> K H ってケッチって言われてるね。あのバイクがあったのよ。ええー、そうなんですか。<laughs> それをよくケッチケッチ俺たち言ってたから、えー、それでキングダムハーツも K H だからケッチってなんか言ったような。 へえ〜気がするなあのぶっ込みのタクとか読んでる時そういう時期ね今はケッチとは読んでないしねむしろ俺今後ろの方で読んじゃうバースバイスリップとかそういう後ろの方でサブタイみたいな,読んじゃうな1ポイント5リミックスとかねいろいろ後ろの方ありますから <laughs> そっちで読んじゃう気がするな <laughs> まあ他にも呼び方とかいろいろありましたのでこれ面白いからどんどんどん,どん送ってくださいねいこちらはいえー、ロールプレイ生活さん 突然ですが,がすファイファン FF 論争のコーナーについてちょっとした提案ですと一度老舗ゲーム系雑誌の関係者の方にお話を聞いてみてはいかがですかと、はあ、子どもの頃の情報源はネットではなく雑誌でしたし影響力は大きかったのではないでしょうか、うん、紙面上の表現の変遷や、えー、編集部内での取り決めはあったのかというようなお話が聞けたら面白そうですとああ<ー>ーーちなみに私の周りではスーパーマリオは数リでした でもママリリは言ってたでも今スーパーじゃないマリオがほぼ出てこないじゃんマリオずっとスーパーじゃんまあ確かに昔はマリオブラザーズっていうゲームがあってスーパーマリオブラザーズっていうのがあったから多分マリオとスーマリオは分けてたんだけど今はもう大体スーパーだから彼らは今日マリオ以外にも葉っぱも食うしペンギン的なサムシングにもなったりとか。 いろいろ。日どころじゃなくて、氷の玉投げたりとか、もう何でもできるようになったから。万能ですね。弟にだったら、なんか掃除機所ってかね、もう。そうですね。マンションのね。ユーレスイカ。これは、だから、今はもうマリオっていう言い方になって、まあ、むしろマリカーとか、そっち側にな。なんか違う、さらに後ろについてくるものを訳したりするけど。多分、当時はね、スーパーマリオは数マリって言ってる人多かった、多かった。数マリスリーとか。そう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 。そうですね。じゃ、あ次、こちらも行きましょう。はい。えっと、これは。 チャネム武雄クロードさんありがとうございます、えー、ファイナルファンタジーの略称に関する論争を楽しく拝聴いたしましたありがとうございますその中でケンさんが言っていた仮説に対する証拠を発見したのでお知らせしようとメールいたしましたえ何ファイナルファンタジー7の開発開始を知らせる CM にて、うん、テロップにデカデカと「FF7 始動」と記されておりましたおっ このファイナルファンタジー7をきっかけに「FF」という略称が浸透したというのも納得がいくのではないでしょうかとお<ー>おきたすごい来、まあ、ちゃっただからそれをどう読ませるっていうよりも「FF」という書き方を、まあ、まあオフィシャルだよね開発開始を知らせる CM だからがしていたってのが実際にあったとそれがもしかしたらそこからなったんではないかなというその仮説に対する答えが来たんです、ね、あ,ありがとうございますま<ー>まあこれも確かかになんんん納得できますなうんうんうん 結構お便りとかでセブンから f f っていう。多かった多かった多かったね。ありましたよね。へえ。あじゃあ、ったんだ。本当に俺も本当自分でも覚えてるんだ。いつから f f ってかファイファンって言って、誰かが f f って言ってる。ファイファンだとか、むしろ。ファイファン寄りだったのがいつの間にか。f が、f がさとか。開いや、ちょっと f がさとか、f 呼ばわりをして。これはやっぱ。人によって違うのかもしれないけど、結構セブンっていう意見は多かったから、まあ、こういうことが。 実際問題影響していたのかもしれないねうん。面白い面白い興味深いありがとうございましたたくさん調べてくれてありがとうございますはい。当ラジオのリスナーさんはいろんなことを調べてくださるこちらはですねチャンネルムキヨさんありがとうございますすけねちゃん楽しく拝聴していますいアーカイブで今までの放送すべて聞くことができましたすげえー、ありがとうございます、ね、ありがとうございますさて、えー、ラジオの中で安本さんが言っていたことが気になったのでメールを送ります<お>それは 年を取ると時間がが経つのが早いな <laughs> と言っていたことです科学的な根拠はないそうなのですがのの法則というものがありますこれは50歳の人間にとって1年の長さは人生の50分の1ほどであるが、うん、5歳の人間にとっては5分の1に相当する。うん、よって50歳の人間にとっての10年間は5歳の人間にとっての1年間にあたる。 これを見て私はなるほどと思いましたが安本さんはどうでしょうかこれ二さんわかりますか口パッカーン開いてますこれ五十歳の人間にとっては一、はい、年の長さは人生の五十分の一一、はい、年が五十分の一五歳の人間にとっては五分の一に相当すると、うん、分母がでかくなればなるほどあのなんかあれです。 すごいんです嘘だろう。でも言わんとしてることはわかります言わんとしてることはどうやってフォローにだから五十分の1の方が簡単に細かいじゃん要はそれだから短く感じるってことだよね五分の1がでかいでしょおーその分かりやすいグラフ10倍っていうざっくりしたものにはだとそういうふうに感じるんじゃないっていうあそういうこれも僕聞いたことありますこのことじゃねえの法則ね。てえ まあでも言えてみようかもしれないなつまりどん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 短くなっていくんだねだからだってさあこの間正月に休みし取ったなとかいうふうに思っても今ああ,あ半年過ぎましたもんねとっくに2013年も、うん、36歳になったなと思ったらもう37がもう完全に見えてきてんだよね俺もさ30になったなって思ったらもう31になってましたからね信じられない BBA だぜ BBA だって6月に入った時点で、うん、1>, あの1年の半分が過ぎたっていう,うだ、ね、お知らせがこう来た時に、うん、えってそって、うん、た,た多分ねお仕事とかをしていてお仕事がありがたいことにね結構忙しくさせていただいてると、うん、あの追われるじゃない台本チェック。あ 生活もあるし、うん、それが終われると月曜日はどこどこ行って何にや,やって火曜日はどこどこ行って何や,やってってのをねずっと繰り返してるとね今 <laughs> 今何曜日かとか。 だからもう曜日はあるお仕事によって今日はこの曜日はここみたいなしかもありがたいことで長いものを結構長く続いてるのいっぱいやらしてもらってるから結構それでなんか曜日感覚あるんだけどふと見た時にもう「第四十何話」とか書いてあると「えもうこんなだった?」とかもうねわかんないそもそもすくいにちゃんももう 923? 二三<い>か。三ですか。怖い怖い。怖いなしかも、僕が相棒ちゃんになってから一年経ってます。から、ね、そうだね。早<っ>そうだね。はい。ほらろろろ、ほら、そうそう。こうやってね、時間は経っていくからね。ねうん、みんな大事に。うん 一日一日を大切に。そうですね。やべ、今日休日だけど、ゴロゴロして、一日棒に振っちゃったとかね、それができるのはね、<ー>まだ自分の時間がたくさんある。とても贅沢なことなんでね。年、うん、を取ったら、そうもいかなくなるから。どうした、<今> <laughs> どうしたんですか。一日一日を大切に生きてくれ。<laughs> はい、頑張って、ゲームします。メールをお待ちしています。<laughs> はい、あと、ゲーム、漫画、アニメにまつわる早口言葉もお待ちしています。はい、受付メールアドレスは、S. E. アンダーバー、C. H. A. a の後マーク、O. N. S. E.。

はいというわけで西飛鳥の生のアルピーのコーナーでございます <laughs> 簡単だ <laughs> 簡単短くなっちゃった、はい、楽器じゃなくなったよ西飛鳥にしたよなんでですかそれはね君は秘書用になるために勉強してるから<っ>秘書はね楽器は秘書になれないからあ,っあ,っあ,っあっそっか 楽器は一緒になれないでしょそうですねなんかねちょっと人間っていうのをアピールしとかないとあ、人間で,ですあなた楽器なんでちょっとこの試験無理っすとかちょっと試験会に断られてもちょっとそ,、ね、それはちょっと有意識で,でした、はいせめて木管だったらな人であることはちゃんとね <laughs> 伝えていかなければならないと思ってるんで、ね、<laughs> はい。 そういう風にやっていきたいんですけれども、はい、ちょっと十一月まで日産暇なんですね。暇、まあ、暇って言い方はちょっと違うんじゃない。ですか <laughs> お勉強。ななね、お家でお勉強して、移動時間、移動時間にお勉強する。そ,うですね、それだけになってしまうと、さすがにちょっと日産をほったらかしで。うん、再映が今週日時なくてもいいかみたいになっちゃう。で、それはちょっと可哀想じゃないですか。はい たいな。はい、ってことは何かしなければいけないってことで先週ねぷんぷん丸さんがくださったメールで「はい、あの3分」というあのスライムの砂時計がグッズとして発売されるので、はい、3分そちらがの砂時計が3分なんで3分でいろいろできることをやってみませんかと<ー>いうメールをくださったんで今ショートチャレンジ募集しておりますと言ったんですが今日ちょっと試しにですね、うん、やってみないかと、はい、いうことでこのぷんぷん丸さんも提案してくださってるんですけれども。はい 折り紙で、折り紙で、それを、ツルを折る、折これ意外にねできそうと俺は思ったんだけど、丁寧にやったら難しいかなと思うんだよね。ごめんなさい。私、ツルをあの折ったことがないというか、お覚え。折ったことは？折ったことは？あの折 そうことは昔,昔その昔、うん、おばあちゃんが教えてくれて一緒におったのは一回あるんですけどそれ以降自分一人でやるってなるとどうしてもできなくて、うん、それからもう全く鶴とは無縁の人生を自分でやろうと思ってできなくて投げましたか <laughs> ええ、あなたはもうそこで諦めてしなったんですね <laughs> のののの諦めたんですねののののの今やるよし<ー> <laughs> <laughs> どうしようどうしよう鶴、えー、<う>ですか トゥルーをを折るちょっとあの記憶をですね予備さんはしますが3分以内に分以内に完成させるどうじゃあいきますよ西さんはいじゃあ用意始め陽気な音楽もねかけてくださっておりますよ小学校の頃とかあの折り紙すごい流行りませんでした なんやかんやね、やっと三角を追ってもう一回三角にする。なるほど。なんとなく最初は触りづの部分を覚えてるんですよ。あ違う。開いて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 四角くしてきれいき新幹線みたいな形になったね。十分時間がないんだ。三十秒経ったよ。嘘

ええ,え,え、無理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 あなんかこうやってたような気がする違うあれ<お>違う<ー>え<お>ちょっと待って分かったううえよく考えてどこが最終的ヒントあげるよどこが最終的に背中になるのここが背中になるということはこっちへ はい、わかりました。今ピンター上げちゃったね、でもね、もうすぐ一分半だよ赤が無理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 、無理ちょっと待ってください結構時間あっという間に過ぎますね普通にできる人ってどのぐらいでできるんですかね結構三分でてね、割と急がないとできない気がするわもう嫌だ嫌だ、何も俺何もソフトクリームみたいな形にしてどうするので、こう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 、こうこう、こうこう、こうここパパウパウパウってなんでで、こうで、えっと、えっと 何何どうなってんの？ちょっと迷ってきましたか？ハサミとかないの？切っちゃうの？使うんかあつに。これはちゅるちるちょにハサミ使ったことないよ。え嘘！ちょっと待って何これどうなってんの？おい冷静になって。え無理無理。冷静になって。お前本当に本当にやぶことしてるの？おお。えハサミじゃない。 あさりなんかないですよ <laughs> い。よく考えてごらん。よく,よく考えてごらん。おった場所はそこで合ってるの?。合ってるの?本るのえー。本当に合ってるの?。リラクポイントは合ってたの?。開くポイントは合ってたの?。こう、こうやって。そこで合ってたのそこから折り込む場所は合ってたの?。い折り込む場所?。こっち?。だって、わ、ちょ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 、分かれる、分かれないポイントあるよ。分かれる、分かれないポイントが分かんない。です。 これ三十秒だね。なんだこれ。っていうことは。はい、ガンガンヒントラしシるよ、それ。これをこうだから。これをこうだから。だから、えっと、ここがこう。なっちょっと、もうとりあえず、それから、ちょっと、つるっぽく形にして、つるっぽくやってみてえ、だめだ、これ、ドン引きされるパターン。とりあえず、つるっぽく顔作って、顔作って、つるの顔作って、顔作って、顔作って。いざで、つるの顔面作って。五、四。さあ。二、一。 終了 <laughs> すげえことになった <laughs> 最後の10秒ぐらいですごいことになりましたよこれねあっけそら不正がないよりも取り上げておきますはい皆さんガラスの向こうの皆さんをご覧くださいこれ西敦香作ルであります <laughs> 大きな翼を広げて飛び立っておりますね。いすね雄大な鶴ですね。素晴らしいですね。えー、これはもう前衛アートですよ。これは鶴と言い張る。 すごいよええ難しい3分短いでしょねえ短かったですね思ったよりも結構時間まあものによっちゃあるって感じるかもしれないけど自分が集中して何かを作るってことを考えるとね3分っていかに難しいんですよ恥ずかしい何あれリスさんのこちらの鶴の方はですねサイトの方に上げていきますので皆さんそちらを見て感想をですねメールで送ってください 5分だとちょっとねチャレンジとしては違う感じになってしまうのだ。あね、まあこういった感じで3分間でいろいろできることがあればいいなと思っております、うん、まあ今回でも罰ゲームないから西わ、うん、あそっかでもこれへこみますね精神的にへこみますねこれ、うん、俺がへこんだ何これ年言う答えしか出てこない <laughs> 自分の後輩が <laughs> <う>こんなへったくさがつる西子は本当になんかあれなんだ,あれなんだろうな秘めた能力が大きいのか秘めすぎてもなんかもう使わなくなっちゃったパーツが大きいのかちょっとね西野のんか あのなんつうのかな CPU の部分がすごい心配<笑> CPU <笑>あ CPU は最悪だちょっともう頑張ります本当に早くに、ね、西の CPU がね怖い7ぐらいに本当になってほしいと思いますけれどもね、はい、まあこういった感じで3分間でできそうなネタを皆さん一っ送ってくださいはいその中でなんかあこれ面白そうってのをやってみたり、まあおまけ動画になるかもしれませんがいろいろやっていきたいと思いますので是非シ初ンお待ちしております、はい、メールアドレスは se-chan-onsen.ag-se-chan-onsen.ag SE です あ,あれが鶴か <laughs> 船みたいいなひどの折り紙ごめんなさいこんなになるために生まれてきたわけじゃないのよ <laughs> あの紙はんな <laughs> た <laughs> なんか紙風船みたいでかわいじゃないですかありがとうございます「s q u e a r e n チャンネル ここでスクエアエニックスからのお知らせです。まずはイベント情報です。フジテレビが開催するイベント。楽しくなければお台場じゃない冒険しなければ夏じゃないお台場合衆国2013が開催中です。スクエアエニックスのコーナーでは、ライトニングリターンズファイナルファンタジー13。 ファイナルファンタジー10、102、HD リマスター、初の体験コーナー出展のほか、この夏発売の、ファイナルファンタジー14、新生エオルゼア、最新映像放映。前回特集した、ライン、スライム、小銭トールの体験コーナーもご用意しています。さらに、ドラゴンクエスト7、7エデンの戦士たちのすれ違いデータ配信や、ドラゴンクエストとファイナルファンタジーのグッズショップもオープンします。詳しくは、公式サイトをご覧ください。 続いてはゲーム情報です「ファイナルファンタジー1 3 i がお得な価格で再登場「アルティメットヒッツファイナルファンタジー1 3 i が発売中です価格は2940円です このアルティメットヒッツファイナルファンタジー13-2に発売後に配信していたコスチュームや追加エピソードなどのデジタルコンテンツを収録したディスクがセットになったファイナルファンタジー13-2デジタルコンテンツセレクションも好評発売中です収録内容など詳細はスクエアエニックスイーストアの商品ページをご覧ください ガンガンオンラインで人気連載中の浮かれ化け物のほがらかな破綻コミックス第一巻の発売を記念し再びニコニコ生放送を行います8月5日月曜日21時からスタート音楽を担当する高橋洋さんをゲストにお迎えし浮かれ化け物のほがらかな破綻についてはもちろん4月12日に公開された新曲風が吹けば人類が終わるや9月25日に発売されるセカンドアルバム壊れた世界で花を抱くについても聞いていきます はい、最後はアニメ情報です。帰宅部活動記録。私が持てないのはどう考えてもお前らが悪い。サーバントサービス。幻影をかける太陽のテレビアニメが大人気放送中です。詳しくは各アニメ公式ホームページにてご確認ください。以上、スクエニちゃんからのお知らせちゃんでした。 さあ、えー、皆さんね、あのー、安本ひろきつ皆さんに重大な発表があります何ですか何ですか俺も鶴の降り方忘れてる時間の問題じゃね俺忘れてる <laughs> <laughs> なるほど意外と覚えてなかったりするのかな引、うん、<う>っ掛け,けが多い何かやっちょっと似てるところが悔しいんでちょっと来週までにちゃんと練習していきたいと思います もうこの終わらない終わらない後でやろうさあさあさあそんなわけで本日の SG クリーナーのプレゼントはそうですね、はいうん、あの結構僕気持ち良かったしここからちょっとケがバーンっていって西もバーンって行けたんで、はい、スタートにですねあケンさんの名乗りをくださった財団 DX さん <laughs> 少年巨匠を迎えして おとなしく粛々といくのかと思いきや初手からイエーイとぶち込めたのは財団さんのこちらのメールのおかげだったので財団 DX さんにあのセチークリーナーの方を差し上げたいと思いますありがとうございますその方が今日いくつかメールを読みましたがそちらの方々には漫画や読書の時にあると便利なあれを差し上げますあれをあれですよ皆さんあれ ということで、番組では皆さんからのメールお待ちしております。受付メールアドレスは se-chan-onsen.ag.se-chan-onsen.ag です。 はい。つわけで、今回はここまで、次回の配信は8月1日。お台場合衆国、スクエアエニックス、お台場エキスポ2013を特集。長いお<ー>お<ー>、一息で言えた。お台場合衆国の中にあるスクエアのブースを特集するって感じなのかしらね。スクエアエニックス出展コーナーの見どころを写真も交えてご紹介いたします。はい、ね。夏休みもね、8月1日ですから、あと1ヶ月ぐらいありますんでね、うん、ぜひ皆さんそちらの方にそれを見て、足を運んでいただけたら嬉しいな、つう企画でございます。はい。楽しみに待って。 言ってください、はい、その中でここまでのワイトは相棒ちゃん兼お手伝いちゃん西明日香ドパーソナリティちゃんは安本ひろちゃんでしたそれでは皆さん次回のスクエニちゃんまでさよならちゃんこの番組はスクエニックスの提供でお送りしました